白穂海岸と新石垣空港白穂珊五章。白穂珊五章は沖縄県石垣市の白穂地区を中心とする石垣島東岸に位置する珊五章である。石垣島の東岸には宮永湾、宮永川から通路川川口に至るまで南北約1 2トル最大幅約1キロメートルにわたって巨章が広がっている。この全体、または この内白穂集落付近のブー口と呼ばれる、珊瑚礁の切れ目から、からだけ東側の浅の先までの約7キロメートルを白穂珊瑚礁と呼ぶ。なお、この内白穂地区の集落北部からとどろき側の南側までの南北約2.6キロメートルが、入り表石垣国立公園の海域公園地区に指定されている。白穂珊瑚礁では、青珊瑚指枝浜珊瑚 コモンサンゴ類等の多様なサンゴが見られ、その種類は120種以上に及ぶ。中でも浜サンゴ類や青サンゴの巨大な軍隊が形成するマイクロアトールが多数分布して特徴的な海中景観を形成しており、特に青サンゴの大群落は1987年に国際自然保護連合の調査により北半球最大規模とされている。地元では宝の海、命次の海と呼ばれ、 生活の糧として、古くより大事にされ、海の恵みを享受してきた。1979年、新石垣空港の計画が発表された。この計画は、当初、白穂地区の沖合に、海上空港を建設するものであった。しかし、1987年の IUCN の調査、等をきっかけに、白穂さんごの重要性が認識されるようになると、反対運動が活発になった。 1988年には IUCN がコスタリカで開催された第17回総会で日本政府にシラホへの空港建設計画の見直しを求める決議を採択し日本自然保護協会は新石垣空港建設計画の再考に関する要望書を提出した沖縄県は1989年4月にラホ地区北方の唐掛東側を一部埋め立てて 空港を建設する、からだけ東案に計画を変更。さらに1992年11月に、宮長巻中案に変更された後、2000年4月に、からだけ付近の陸上に空港を建設する、からだけ陸上案で、最終的に決着。新空港は2006年10月に着工2013年3月に開港した。この案は埋め立てを伴わないものであるが、 殻だけを切削する際の赤土流出等による白穂珊瑚礁への影響が懸念されたため沖縄県は赤土流出を防ぐために遊水地建設などの措置を講じた珊瑚礁保護研究センター白穂珊瑚村珊瑚礁保護研究センター白穂珊瑚村編集2000年4月白穂の珊瑚礁の保全を目的に世界自然保護基金ジャパンによって 産後礁保護研究センター、白保産後村が設立された、調査研究、環境保全、普及啓発に関する活動のほか、持続可能な地域づくりを進める活動を行っており、これらの活動を南西諸島全域に拡大することを目指している。これまでに赤土堆積調査、ウミガメ上陸、産卵調査、産後定点調査、水温調査、生物多様性調査、 産後群落地図調査といった調査を自ら行ってきたが、白穂魚枠、海保全協議会等の地域による取り組みが進み、調査活動も地域を主体とした体制に移行しつつあるため、2012年以降はその支援に軸足を移している。白穂魚枠、海保全協議会、編集2005年設立。白穂公民館と協力して、産後省の利用ルールの策定や畑の 赤土流出対策等といった様々な環境保全活動を行っている。2006年にはシラホイユラティック検証を策定。2012年4月からは日本財団の助成を受け、地元漁協等の3団体と連携して、3年計画で石垣市の小学校、全21校で産後に関する学習を行う、仕組みを構築するワクワク産後石垣島プロジェクトを実施した。 2007年8月1日に石垣島の一部が入表国立公園に編入されて、入表石垣国立公園となった。この拡張の際に、白穂地区沿岸の311.6ヘクタールの海域が白穂海域公園地区に指定されるとともに、隣接する白穂海岸が第2種特別区域に指定された。ありがとうございます。